こんにちは、ビリジネント田中です。今回はケーブルのオーバーヘッドエクステンションの一工夫を紹介したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE や得なセール情報、新商品の情報なども掲載されておりますので、動画の概要欄を一度ご確認ください。以前どの種目がおすすめという動画の中で、3トキのおすすめの種目にオーバーヘッドエクステンションのケーブルで行うやつをおすすめに挙げたのですが、これのメリットとしては、寝てからやるオーバーヘッドエクステンションだと、ネガティブの、負荷が強すぎて肘に違和感が出やすいので、ケーブルを使って行うとちょっとネガティブが少しマイルドになるので、肘の痛みが出にくいのでおすすめと紹介しました。なのでちょっと一旦まずやってみたいと思います。ケーブルを持った状態で、僕はサムレスで持つことが多いです。握り込むと二頭に力みが入るんで、親指をこうかぶせてからやることが多いです。脇の下が伸びてる状態作って、よいしょ。で、このようにこれが通常のオーバーヘッドのエクステンションだと思うんですけど、僕も今やってみて感じたんですが、重くなってくると体が持っていかれそうになって、腕に集中したいのに腹筋の方がきついっていう状態になると思うんですよ。体幹がなかなか安定しないんで、これをやる上での一工夫ですねを紹介したいと思います。で、今回はパワーラックにハイプーリーですね、ケーブルがついている状態で行う固定の仕方ですけど、基本的にはお尻を固定できればある程度体が固定できた状態でオーバーヘッドエクステンションを行えるので、何かしらのセッティングを工夫してお尻を固定することでより安定して重い重量がこなせるというアプローチです。よいしょよいしょよいしょ。お尻にバーベルが当たるようなポジションで、体幹を固定してもいいかなと思いますし、何かしらでこう体が後ろに持っていかれた時に引っ張られすぎないように、僕はこうやってお尻と片足で固定して、さっきよりも安定して動作が行えるようになるので、こういうセッティング一つおすすめかなと思います。場所によってはラットプルダウンのマシーンのもも当てのところでお尻固定してやる時もあるんで、何かしらでお尻を固定すると安定して重量をこなせるようになると思います。さっき60ポンドでも結構お尻を固定してないと体がグラグラ持っていかれてたんですけど、お尻固定したら多分100ポンドとかでも、この時腹筋きついですけどね。よいしょ。これで固定できるんで、多分固定してなかったら絶対こなせないような重量も、体幹部こう後ろに持っていかれない状況で重量がこなせるので、体が安定しなくてケーブルのオーバーヘッドエクステンションをやりにくいという方は、お尻を固定するっていうのも一回試してみると良いかと思います。三頭筋はね、回数をやるのももちろんいいんですけど、重量を持つっていう刺激も結構発達には結構大きく関与するので、アプローチの一個としてぜひ試してみてください。はい、今回はオーバーヘッドエクステンションのセッティングのちょっとしたコツを紹介しました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、動画の概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。